はい、ダイスチャンネルダイスです。今回は妖怪ウォッチバスターズやっていきましょう。ダイス。今回からですね、雲海三面鏡がチームの仲間になったようで、タイムスリップができるようになりました。新しい話だね。タイムスリップ、過去の妖怪ウォッチの世界といえば、妖怪ウォッチ2で遊んでいたあの世界、いけると思うので、めちゃくちゃ楽しみです。ということで、行ってみましょう。ほほう、雲海三面鏡でタイムスリップでありますか。それだったらぴったりの時代があるぞ。昔の桜ニュータウン、桜町に行ってこい。あれかな、冬にはすぐ出てくるかな。楽しみです。いいですね、過去の世界。私は大先生でウィス。もしかしたら古典妖怪の先輩方といっぱい会えるかもしれませんし。オーラは過去なんかより未来に行きたいずら。それあのタイムマシンの方、猫マジロ。今回のタイムスリップだから。そうにゃん、未来のチョコボを食べてみたいにゃん。いや、あんまりチョコボは変わらないかもしれないと思うんだけどな。つべこべ言うんじゃありません。隊長命令は絶対なんですから。雲海三面鏡は1階で待たせてある。1階やつも、お、バスターズウィーグルに乗せて過去の世界に連れていく。そういうことで1階なんだね。出動、過去の世界。古典妖怪の中にも悪さをする人がいる。あれ誰だろう。あって、移動が変わってる。かっこいい。なんかちょっと今の移動の感じだと、あの青い猫型のちょっとずんぐりむっくりした顔すごい好きなんだけどね。ロボットを想像してしまった。いや、いいな。コマジローが言ってたとこもそれっぽいよなってちょっと思ったんですけど、過去タイムスリップ、嬉しい。正直すごい嬉しい。もう私も妖怪ウォッチ2から遊んでいる派なので、ここは来たよね。うん、あの一番最初に遊んだ時に道に迷ったのを思い出しました。はい。ケウケゲン、友達チャンスとかにもなるよね、多分普通と一緒だったら。赤なめ、ケウケゲン。いや、古典妖怪がいっぱいで嬉しい。私、古典妖怪だと人魚が好きなんだけど、人魚はもう出てきてたもんね。他はそうだな、古典妖怪ではないけど、冬には泣いたい。ケウケゲン友達チャンス。古典妖怪さんの一番最初はケウケゲン。オッケー、で15体倒さないといけないっぽいので、とりあえずあと10体探しに行ってみます。路面電車だよね、ここ。エンナとケウケゲンがいる。なんか多くない？すごく多くない？オッケー、これでどうだ。あ、いったいった。え、ケウケゲン、へー、待って、さっきケウケゲンで今回ケウケゲン2体ともなってるよね。あれ、私ケウケゲンにすごい好かれてるのかもしれない。ここ友達チャンスって重なるんだね。近いんだけど。もう3体ともケウケゲン。古典妖怪さんは他には友達チャンスになってくれないのかな。もうかなり不安なんだけど、どうしよう。3体ケウケゲンだよ。あれ、これで15体倒して町の北に反応あり。三角になってるとこ、ここってあれかな、現代でいう三角公園とかなのかな。なんか小学校の位置とかもそれっぽいから近いかもしれないよね。あー、待って、のらりくらりのらりくらり。なんであれなの、そんなに66尾が2体もいるの。これでオッケー、大丈夫。そろそろ帰るに、待って、来た。ちょっと待った、なんで、あなたはかっこいい。愛とガッツと根性で世界にはびこる悪を打つ無敵王者ガッツカメン。世界は友達、全部守るぜ。
やべえ、かっこいい。さすが冬にゃん。あ、デカニャンで出てこないんだね。平和を満たす悪党名って言われてるよ。ちょっと冬にゃん、あんた何言ってんすかって言われてるけど、全く気づく感じはない。もう負ける予感がしてきた。もうさあ、最後カラカサお化けかな。違う、冬にゃんがいる。オッケー、ガッツが足りなかったか。でかな、確実に間違ってる。悪党じゃないよ。冬にゃんって気づいてくれない。もしかして強いな。冬にゃん、俺っちのこと本当に覚えてないにゃん。何、あれ、まさかお前ジマにゃんかって。もうちょっと早く気づいてよ。今頃気づいたんだ。わあ、ふぶきちゃんに笑われてるよ。あ、でも気づいてくれてよかった。出動過去の世界、オッケー。結構もらったね。お宝発表が外れた。すっごい外れる最近。そして毛受け券が3体。なぜでしょう。まあいっか、古典妖怪の一番最初ではなかったね。他にもいた。すまない、俺の早とちりだったようだ。かなりね、見た目でわかると思うんだけどな。ジバニャン赤いし。まさかジバニャンたちを悪者と勘違いしてしまうとは。フユニャンたちはあそこで何をやっていたつら。パトロールだ。凶悪妖怪から町を守るためのな。パトロール、フユニャンたちもバスターズをやっているにゃん。バスターズ、なんだそれは。バスターズを知らない。ではフユニャンたちの時代はバスターズが生まれる前の世界ということなんでしょうか。俺たちは町を守る正義の味方、ド根性ガッツ団だ。ガッツ団だけでよくない。なんでド根性ついた。だがみんなもすごいな。さっきの戦い見事だったぞ。最近は俺たちも結構活躍してるにゃん。よかったな、その力俺に貸してくれないか。何があったんだろう。何かお困りなんですか。実は俺の時代では今凶悪妖怪が次々と桜町に現れ、町の者たちは怯える毎日を送ってるんだ。それはお気の毒に。俺たちど根性ガッツ団も町を守るために頑張ってきたが、凶悪妖怪の数があまりに多くて、それも難しくなってきたんだ。どれぐらいいるんだろうね。そういうことだったら俺っちたちにお任せにゃん。バスターズは困っている妖怪の味方だからにゃん。ジバニャン、ありがとう。やっぱね、ジバニャンとホユニャンのコンビはいいわ。ココマジローとケイチエが揃うとちょっとこれは可愛いな。お兄ちゃん行くよ。え、出動するズラ。そうズラコマさん。ということで、桜町、冬にゃんが言ってる凶悪妖怪って誰だろう。ストーリーの次なんか出てるね。これか、共同ど根性ガッツ団行きたいです。命怖い。はい、命取りちょっと怖いからこっち先かな。解き放たれた凶悪妖怪をすべて倒せ。冬にゃんと共に戦え。夢のようです。私、冬にゃんと共に戦える。出動。これ移動かっこいい。ミッションスタート。俺たちが手を焼いている凶悪妖怪は全部で5体。今もこの町のどこかで息を潜めているはずだ。すべて倒して、まあそうだよね、5体とも倒します。はいはい、隊長。とりあえず泥タブをそのまま。そんなに硬くないかもしれないのかな。あと小学校に1体いる。いやー、とどめきだよ。ガードを持ってるの本当に硬い。頑張れコマゼロ。はい、冬にあの動きが早い。技だよね多分。ちょっと離れてからの攻撃
いや、かっこいいな。早っ。はい、とどめきをやっつけたぬら。いいペースだ。これならすぐに片付きそうだな。次は結構遠いね。奥の方になるのかな。ラストになってきた。結構ね、遠くにいましたね。3体カラカサ魔人だ。カラカサ攻撃に気をつけろ。そのままだよね。カラカサ魔人硬そうね。意外とね、カラカサ魔人とか好きなんだよね、見た目が。はい、いけるかな。お、必殺技ゲージ貯めててよかった。目的達成。オッケーオッケー。これでみんなやっつけちゃうのね。まさかこんなに早く倒せるとは。驚いたな。バスターズとはすごいものだな。これこっちとかってボスいたよね、妖怪ウォッチ2の時。来たい、記憶がよみがえる。というか懐かしい。脱出。これでお宝は大当たり。66尾、新しいメダル来た。嬉しい。昔のさくらニュータウンでそんなことがね。フニャンと力を合わせて頑張ったずらよ。あれ、あ、フニャン登場。みんな大変だ、凶悪妖怪がまた桜町に。しかも今回の敵はかなりでかい。でかい大きさ強さ。それってまさか過去の世界のビッグボスでは。それはムーンゲー大変ずらよ。やばいね、1体じゃなくて3体いるみたいなんだ。なんで次から次へと桜町に凶悪妖怪が出てくるにゃ。どうやら無限時刻の封印が解け始めているのが原因らしい。あそこには凶悪妖怪が5万と眠っているらしいからな。だったらその無限時刻をもう一度封印したらどうずら。無理だ、無限時刻は謎が多く誰もその場所を知らないんだ。激闘の連続でど根性ガッツ団が。危ない。これは次回はここに行くっていうことだね。お願い、もう一度力を貸してくれないか。イエッサー。もちろんズラ、動けなくなったど根性ガッツ団の分も戦うズラよ。ありがとう。ということで次回はですね、ど根性ガッツ団のためにと言いつつビッグボス参戦とかなのかな。ご視聴ありがとうございました。過去世界のビッグボスって言ったらあの3体が思い浮かびます。楽しみです。それではまた。 See you!